小田原三社人とは、小田原で近代茶道を極めた、増田洞王、野崎玄安、松永、耳庵の三名を指す。幕末以前の茶道は、大名、豪商、寺院などの秘護を得た、上流階級の足並みという趣きが強かったが、明治維新によって、これらの秘護を失うと一時の衰退を余儀なくされた。しかし茶道は、明治維新後の資本主義経済の発展の中で次第に、 力をつけてきた実業家たちの間で西洋文化に負けない優れた日本の伝統文化として再評価され明治後期には茶道具や古美術の収集、茶室や庭園の造営が盛んに行われるようになった。やがて熱心な実業家茶人の中には自ら茶の湯を研究していくうちに近代の合理的な発想などの新しい思想を積極的に取り入れて より自由な茶の湯のあり方を施行する者が登場した。その第一人者として、利休以来の大茶人と評された、三井物産社長増田生倉沖永、1906年、小田原の板橋に別邸総運大を営んだことから、多くの実業家、政治家、軍人などが小田原に、居宅や別荘を建て、小田原に近代茶人文化が交流することになった。 1918年ドン沖縄の茶友で、中外商業新興社長のザキマボロシアンが、小田原の十字町を諸白工事に、ジーソウを、ついで天神山、伝はじめ寺裏に、安刊草社を造営すると、生倉沖縄、マボロシアンを中心として、小田原を舞台とした近代茶人文化は、ますます盛んになったが、1938年に、生倉沖縄が、1940年には、 幻庵が相次いで高いし、さらに太平洋戦争の影響で一時小田原の近代茶人文化は停滞を余儀なくされた。1946年、生倉沖縄に導かれて茶の湯の世界に入った松永耳庵が総運大近くに松下邸を造営し移住したことから、再び耳庵を中心として近代茶道が再興され、 ミミアンが1971年に亡くなるまで継続された。なお、ミミアンの居宅は現在は小田原市の所有となり、松永記念館として公開されている。小田原三茶人の名称の書室は、1988年5月21日から6月5日まで、小田原市郷土文化館が文館松永記念館で開催した特別展、近代小田原三茶人展、生倉沖 幻庵、耳庵とその周辺である。特に近代を吹きしたのは、御法上氏の知性に茶の湯が盛んだった時代があり、しかも幻庵についてはやはり茶人だった北上玄庵と区別するためである。この特別展は、1986年に松永記念館敷地内に幻庵の茶室、洋吾庵が移設されたのを契機として幻案、幻庵、 ミミアンと二人に先駆けて小田原板橋に住み大きな影響を与えた生倉沖縄を合わせて検証した展示である。それ以前は時代の重なる生倉沖縄幻庵に安寒草社の隣に三木草を営んでいた貴族院議員室田義文を加えて小田原の名物三郎としたことがあったがあまり一般的には広まらなかった。また、 近代茶道の偉人の中から、生倉沖菜、耳屋ん、原三景を近代三茶人とすることがある。いずれにしても、三茶人とは、茶道、茶人としての功績を称える意味である。一方、三者とも、明治以降の経済界の大物であり、隠居のみでありながら、財界、政界の者たちが小田原に通ったことから、社交としての茶道という側面を知る上でも重要な人物である。 毎日新聞2017年11月20日、閲覧2018年5月13日相模湾を見下ろす3万坪の敷地があったというが、建物も施設も残っていない。騒音大入り口跡と小さな石碑のみある、小田原近代百年史。ありがとうございます。